向井風の匠です。プシュー。はい、ということでね、今回もピザ窯作っていきたいと思うんですけれども、本日はあいにくの雨ということで、どうしようかなと思ったんですけどもね、ちょっとね、今あるピンチになってるんですよ。それがお金不足ね。思ったよりピザ窯にね、お金かかりまして、もうすでに10万円近くかかってるんですよ。でちょっと負担がすごいなということで、ピザ窯はできたんですけども、屋根ができないんですよ。屋根が今だとね、もう台風も来ちゃって雨がすごいということで、屋根を作りたいということで今回の企画考えました。はい、ということでね、今回の企画、屋根のための資金集め貯金箱開封します。貯金箱を開封していきたいと思います。ちょっとために貯めたとも言えないんですけれども、ちょっとだけあるので、それを足しにして屋根、ピザ窯ガードをね、作っていきたいと思います。で、早速ね、貯金箱を出していきます。だけ？いやいや、まだまだありますよ。それ袋だよ箱じゃなかったね足りるかな、これで。これで足りるかな。全然足りません。じゃあこれでどうだ。全然足りません。まだあれ、走れ1本ぐらい、うん、じゃあこれでどう。あれ、まだ。じゃあこれでどう。まだまだ。じゃあこれでどうですか。はい、ということで今回はこの貯金箱を開封していきたいと思います。で、集まったお金で屋根をね、作りたいと思います。で、早速ね、開封していきたいと思います。ということで、貯金箱全部開封しました。やばいですね、これ。それをね、みんなで数えていきたいと思います。みんなしても2人なんですけどね。アルバイト代出るんですか。アルバイト代は、じゃあわしづかみ、1回のわしづかみでもいいですよ。いくらあるか当てます。上下500円のズレで、総取りでニアピン賞ね。3万2000円で2万5000円ということでね、じゃあ3万2000円と2万5000円で、近かった方、またニアピンだった人は総取りということでね、僕に全くメリットがないんですけど、やっていきたいと思います。はい、これで1000円5000円ゾーンで。はい、開始30分ぐらいですね。やっと半分終わったところです。まだこんなあります。まだまだあります。頑張っていきます。はい、ということでね、今1円以外の全部数え終わりました。大体40分ぐらいですね。で、あと1円なんですけれども、やばいということで、1円っていうのは1つ 1g なわけですよ。ということで、純粋に重さで、カウントしようということで、今回はかりを用意しました。これで乗せた分だけかける円、1円ですね。試しに10枚乗っけてみましょう。はい、じゃあこれで10円になるはずです。ほら、おお、あと10枚入れるよね、うん。はい、次5円ゾーンでございます。2、3、4、5、1、469。はい、で、次10円。
506。結果発表。はい、ということでね、はい、だいたい1時間に及ぶカウントですね、終わりました。結果発表していきたいと思います。カメラマンさんの予想希望金額は25,000円、僕が32,000円でしたね。果たしていくらになったんでしょうか。一応これだから9、7、そして1、0。じゃあここが3だったら僕の勝ちですね。いきますよ。じゃーん、え、6179円。大富豪やないかい。これで屋根も立ちますね。うん、これでも屋根も壁もできますね。でもちょっと僕今月車検があるので、今回ちょっとこの車検費用に当てたいと思います。はい、ということで今回は貯金箱をピザ窯の屋根作りのために開封してみました。ちょっとした貯金箱でね、6万円ぐらいありましたので、皆さん家に眠ってるね貯金箱を開けてみると10万ぐらいあるかもしれません。それでは次の動画でまたね。バイバイ。